荒川付近荒川大橋中央環状線との交差部亀戸付近首都高速7号小松川線は東京と墨田区の両国ジャンクションから江戸川区に至り京葉道路に接続する首都高速道路の路線である。当初計画では墨田区東両国一丁目を起点江戸川区小松川四丁目を終点とする 5.9km の路線であったが 首都高速六号向島線との接続位置変更に伴い起点を墨田口と歳一丁目に変更、終点も江戸川区国川地町に延伸して、京陽道路に直結する計画変更がなされた。全区間が標準福十六点五メートルの片側2車線で、すべて高架、または橋梁構造であり、構造は立川上部の高架、荒川、中川を渡る橋梁。 中川伊藤の大きく3つに区分できる。隅田川左岸の両国ジャンクションから荒川付近にかけての約5キロメートルは縦川の上部空間を利用して高架で通過する。約2 0ルの川幅に収めるため基礎の大きさが制約され軟弱なシルト層が厚く堆積する。地質条件から大半が十メ4 0ルほどの高単純合成桁橋で昇番には 軽量コンクリートを使用して、株構造への負担の軽減を図った。縦川には製材用のイカダが多く軽流されており、他の河川を代替水面として手配する必要が生じた。小松川地区では、都電の車庫跡地を購入し、用地取得の際の代替地に充当した。荒川、中川は、最大島町160メートルのシャバリ橋を主体とした荒川大橋で渡る。 荒川と中川の間の世割りテには1987年9月9日に7号線の上を高架でまたぎ越す首都高速中央環状線が開通した。荒川大橋伊東は地表近くまで良質な砂層が分布し地盤が良好となるためコンクリート製の上部構造やランプ部分には一連だけであるが首都高速では初となるピルツ構造も採用された。 一ノ江や春江地区では、宅地見込み地の農地が多く、この種の土地の評価は、首都高速道路公団にとって、初の対応であった。荒川大橋東沈めから国道14号にかけての高架両側には、付属街路が設けられている。直線区間が長く、線形は比較的緩やかである。小松川 JCT で、中央環状線に連絡する。七箱崎、 江戸橋方面に向かう際、三里、堀切方面からの6号向島線と合流するために2車線を1車線に絞り、さらに急カーブが続き、その先では、箱崎 JCT、江戸橋 JCT といった分合流が連続するため、近視町本線 TB より、西寄りの区間で渋滞が多々発生する。首都高速道路の中期的渋滞対策の一環として整備され、 7号小松川線と中央環状線を連絡する。同時に小松川出入口も中央環状線から出入りできるように改良された。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。首都高最終出口のご案内。首都高速道路株式会社。2019年11月1日閲覧。AB 小松川ジャンクションは2019年12月1日午後5時に開通。渋谷入り口は2019年12月19日午前2時に開通します中央環状線がさらに利用しやすくなります。首都高速道路株式会社。2019年10月18日閲覧。令和2年度全国道路、街路交通情勢調査の延期について、国土交通省道路局。 2021年5月9日閲覧、ありがとうございます。